忍び忍べ忍びな忍び忍んで忍びて。どうしたポンタ。暁ってやつらだ金ちゃん師匠。ずいぶんと探しましたよ、ハチミ。私の大刀サメ肌は強いチャクラが大好きでして、ね、悪いのですが、このサメ肌の餌になってもらいますよ。俺はおめえ殺すよ。格段の差っての教えてやる。やたらと口数の多い人中力ですね。ポンタ、でかいくせに削りがいのないクマですね。ついでにポンタはアライグマと山を背負ってことですね。予策切り。中距離からのライトントビニングで私の出方を見つつ、これで穴2つ穴取るな。超ビブラートライトン塔が貫通せんとは。ハチビの衣。お前、俺のチャクラを。いい、見えたよ。あなたのチャクラのタコ味が相当気に入ったようですね。意外に可愛い目をしてる。すぐに意外の魚の目にしてやるぜ。チリウキウ。星垣キサメと。サメ、ザメと泣かしてやるぜ、このサメ野郎。知ってるか。何をですか。あとはサメを食うんだよ。またチャクラを吸い取って、さらに奴の刀がでかくなったよ。大食いで早食いだが、一度に食えるチャクラの量は尾が6本分ね。サメ肌がここまで大きくなったのは初めてですよ。俺も出る。美獣化しろ、美獣化しろ。 B ダメだ、バカ野郎。この野郎、ハッサンとじゃ一撃がでかすぎて当たりがむちゃくちゃになる。俺がいなけりゃとっくに敗者になってるとこだぜ。生意気な校長、そのご校長に感謝する。ありがとう。これだけのチャクラを正気を保ったままコントロールするとは。バージョン1まで戻されるとは。生きとるよ、さっさととどめだよ。何なの。倒れることもない。スイトン大爆睡昇波。戦いが長引けば長引くほど、あなたたちは削り取られ弱っていく。私の体から引き剥がせればですがね。では行きますよ。合体してするのが先だぜ。この水遁からは逃げられないですよ。クゼーラップかましてる場合か。半魚人を中心にして、この水も一緒に移動してやがるんだよ。気づけ。ハチビは生け捕りがルールですが、こいつらの生死は関係ありませんからね。中力と呼ばれただけはあります。このサイズで一部だけを美人化するとは。よし、出たぞ。随分と苦しそうですね。チャクラはどんどんなくなっていきますよ。ま、たまに失敗することもありますがね。ここは一旦逃げろ。あれを使え。これは炭。このサメ肌と融合した私の体はチャクラを肌で感じと。今行くよ。B。ハチにもあっけなかったですね。またちょろちょろされて美獣化されても厄介ですからね。チャクラもほとんど持っていきやがって。クソ、ビーを切ろ。は切れませんがね。
どうしたんですか？ハチミに懐くとは言いましたが、サメ肌から奪ったチャクラを。ちょうどいい。お互い武器を交換といきますか。この刀、綺麗にスパッと切れそうですね。鉛筆。惜しかった。これを狙ってたんですね。遅くなってすまない。なぜこ水の塊なら視覚でわかる。その中に8尾と B のチャクラが混ざっていることが感知できた。サメ肌のやつ、さらにチャクラを8尾に。やるぞ。水遁大光弾のダブルラリアット。ブラザー、一人でチョロチョロしよった。利き腕じゃなくても利き具。刀。お前は暁のサメ野郎。なぜだ、あの時こいつの首をはねた。どうやって俺とブラザーのタッグ攻撃を外して。水の塊で戦った時、水中ですでに入れ替わっただけですよ。ハチミにはあれぐらいがちょうどいいでしょう。じゃあここからは僕の仕事だね。しかし、人中力2人と木遁使い相手にこの私の状況、正直きついですね。終身の術なのか。いきなり絶好。わっ、リーさん、やつを追いかけてください。僕はナルト。くそ。正直青春って言ってる場合でもないだろう。老けたおっさんが無理をすると体を壊すぞ。これが俺の本当の姿。人中青春を忘れた俺、お前の根性を叩き直す。あー、この歯体幹症。うわ、よく見てください。どう見ても違うでしょう。目を開けた時点で真実の滝から出てしまうんだ。いや、針千本だったかな。相変わらず頭の方は珍獣以下ですね。そいつはスパイの暁。サメ肌め。こいつは確かイタチと組んでいた暁のサメ男。こらこら、じゃれ方だ。B、気づけ。チャクラを取られているぞ。やめろって。お前が可愛くて力が抜けていく。技術石張り。よし、水遁水光弾の術。俺が止めてやる。八門遁光。よし、よし、うまく負けたようですね。口寄せの術。しつこい方ですね。水遁戦色光。水中のサメも行かせない気ですね。いいでしょう。第7強門カーイ。まさに珍獣。これほど体質の強い忍びは珍しい。私は三の目ですが。水遁大光弾の術。ヒルドラー。この大光弾はただの術ではありませんよ。どういうことだ。ヤツの術は収縮したのに。燃えろ青春。